どうも皆さんこんにちは、M8です。今回は嵐の棺、新しく歴戦駆者が総協騎馬って兵協騎馬に来てますので、まあそちらの方で装飾品を回す、まあ集めるためのリクエストですね。まあまだ行ってないんですけれども、かなりうまいというところで、まあ装備もまあちょっといろいろ考えたけど、とりあえず今日はこれで竜属性で、まあその竜風つけて、で風圧耐性も3にして、まあ5欲しかったんだけどね。一応暴風2あるから、ここ暴風2にして、でここ無傷のところも暴風に変えればもう最強なんだけど、まあとりあえずこれでいいかなっていうね。流風台だから、まあ風圧をどんどんくしゃを下げてっていけるんじゃないかっていう、そういう構成。よし、じゃあやっていきますか。あ、もう移動式バリスタ使えるじゃん。ここの中入ってないわ。あれ？まあ、とりあえず石ころ拾って。あるじゃん。使えないのか。使えないな。あれ？どこにあるんだろう。あ、移動式ってさ、なんか思い出したかもしんない。なんかさ、あの、バリスタ。違った。じゃあ、どうしよっかな。石ころあるし、まず壁当てしたいところではある。よし、ナイス。怒らせて、ちゃう、スパイ。1、2、あ、いける。ギリギリだけどいける。OK、ナイス。593。まあ、普通か、ちょっと直前にクシャ行ってきたけど、同じぐらいかな。もしくは、もうちょっと低いかもしれない。ここ。で、ここ移動式バリスタを使いたい。あれー、これ最初から流風マックスになってんな。きついかもしれない。これ下げないと、早く攻撃して下げないといけない。不動を来ていけるでしょ。来た。ちょっと待って、やり方がわからん。待って、どう。 OKOKOK。 意外とダメージ少ない。頭でも30入ってる。あー、でかい、強い。めっちゃ撃てる。やば。え、めっちゃ強くない？え、いつまで撃てるの？あ、オッケー。うわ、強え。これでループできればいいんだけど。ループきついか。危ない。あ、石ころある。飛んで1回目で降りてこなかったら、しばらくは降りてこないから。降りてきた。優しい。オッケー、ナイス。これそのままスタンいけるんじゃないか。1、2、3。もうここは突進いこう。よし、オッケー。あー、介護してもらいたかった。首に介護してもらいたい。めちゃくちゃ。そしたらそろそろあっち狙ってもいいな。拘束しなきゃいけないと思うんだよね。拘束したい。あ、降りてきちゃったけど、あと単発、あ、拘束バリスタの弾、あれ取れない。一応これが燃料なはずなんだけど、ちょっと待って、一回落ち着いていてください。ちょっと研いで、え、どっかにあるな。上か。あ、これっぽい。あ、これだ。オッケー。これ積んで、いや、不動早く帰ってきてほしいな。とりあえず先行弾食らってる間にこれを装填、まずは1個。え、やばい。行って、あちょっときつい。あー、もうダメだ。あ、でもこっち側にもある。じゃあ大丈夫。ちょー、とかすげえちょうどいい位置なんだけど。あー、ダメだ。真ん中に行ってくれないと。これで OK なんじゃない？ダメ？よし、来た。 OK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 。 そしたらバリスタがどこですか。バリスタ高速、あれ、どこにいるの？あ、上にいるのか。高速使いたい。ちゃう。いや、難しいな、これ、バリスタ使うの。で、こっち、真ん中でやってもらえない。いいんじゃない？いいんじゃないですか。ダメ？全然ダメだな。そこら辺に行ってもらわないといけないんだよ。あ、これ、一人じゃ無理かもしれない。でも、一人で当てていくのが黒と。いや、でも、不動帰ってきた。不動帰ってきたから、
ちょっとそこじゃないんですよね。もうちょっとこっちまで来てもらって、で落としたいのよ。あーちょっと違うな、もうちょっと真ん中、難しい。あんま普通にねまっすぐ移動してきてくれないから、クシャは飛んでる時にね、突進しかないんだよね移動手段が。あまあ悪くはない悪くはない。でもうちょっと前来てもら、そこで疲れんといて、そこで疲れんといて、ここで疲れて、疲れるんだったらここで疲れて、接待して、接待。悪くはないよ。もうちょっと前なんだよな。あ、そう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 、いいですね。で、ここで、違う。OK! これいけるんじゃないか、いけるんじゃないか、生きるしかない。ここは黒と、私は黒と、絶対に当てるもの。いけ、お、素晴らしい。え、でも200、強い。イエス、4000、5000ぐらいはいったでしょ。つえー、でも当てるの無事。でも楽しい。いいね。不動は絶対持ってきたいわ、このクエ。ナイス、もう終わるよ、もうすぐで終わる。もう15分ぐらいかかりそう。まあでも普通のクエと一緒だな。はいはいはい、ナイス。あれ、なんかループできてる。なんで普段俺ループできないんだけど、ここ普通についた方がいいのかな、突進せずに。OK、 こっち向いて、いや、うわー、でもな、切れちゃうな。使えるかな、あれ。不動切れちゃった。使えるんだったら使い、壊れてるー。オッケー。何分ぐらいかかった？13分か。でも全然全然早い早い。いやー、マルチクソ楽しいだろうな。ガトリングを何回使えるか、1人1回使えるんだったらそれもでかいし。ナイス。そそり立ってるね、素晴らしいね。あれは見れないからな、普通のイベルカーナやった後だと。あれ打って終わりになっちゃうから、これ当てるのめっちゃ大切だわ。これ、いや、ソロで当てられるような立ち回りが分かればいいんだけど、それさえ分かればめちゃめちゃうまいはず。だから10分切り、だ7分とかそれぐらいを目標に、ちょっと周回編成をちょっと考えてみます。あ、3つ出るんだね、美味しいね、素晴らしいよ。これ何、あー、びっくりした。一瞬、まあ、色が違うのね、一瞬ちょっと強壁かなとか思っちゃった。はい、というわけで、まあ、歴戦駆者のね、今日来たイベントクエスト行ったというわけなんですけれども、あの大砲マジで当てるのが難しいと思うから、それ次第、あと普通に回るのは美味しいと思う。体力もね、思ったよりもそこまで多いっていう感じじゃないから、全然周回、ランスでもね、周回できると思うし、ちょっとまた編成考えてきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。